聞いたかったやっぱショーといえばショーといえばなんだろう天下の天下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 メガネケースとメガネクリーナーっす。かわいい、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 しかもメガネクリーナーはメガネガラス。かわいい、かわいい、かわいいよ。しかもで繋ぐのおかしくない優しい、ね、いやいやいや、本当ありがとうございます。なんかあんまりちょっとぶつかりになれなかったなって。いや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 、お前バカじゃん。お前なんだよ、マジ悪かい。いや、思いますよ、思いますよ、本当。本当に正直言うと、今回の作品はちょっと本当最初から関わりたかったなっていうのが。あら、あー、救済だー。誰か泣いて。モンキーさんが原因ですか。やめればよかった。いや、やっぱりこの、僕もちょっと、正直、時間堂さんの作品は見てなくて、でも、こういう曲ですっていうことは知って受けた、ぜひやらせてくださいってことだったんですけど、やっぱりこの、こういう作り方って多分 ないと思うんですよ。だから、記憶がもうあって、本があって、それを記憶にして、で、それをまたみんなで考えて、こう、作っていくっていう、その、作品のこの、すごいなんかドラマチックなところにちょっと僕も入りたかったなっていうのがいろいろあって、そこでのなんかそうですね、そのものを作るっていうところがなんかちょっと僕も一緒にいたかったなっていう。でもそうは言っても今回こう関われたことが本当にすごい良かったので、この番組にまあまあその一歩でも入れたこともありがとうございました。ありがとうございました。そう、もういいよ、もう家族で受け入れます。